6月10日、軽村にて、ご無沙汰をいたしました。今月の初めから僕は当地に滞在しております。前からよく僕は、こんな初夏に、一度、この高原の村に来てみたいものだと言っていましたが、やっと今度、その宿望がかなったわけです。まだ誰も来ていないので、寂しいことはそりゃ寂しいけれど、毎日、 気持ちの良い朝夕を送っています。しかし寂しいとは言っても、3年前でしたか。僕が病気をして10月頃までずっと一人で滞在していたことがありましたね。あの時のような山の中の秋口の寂しさとはまるで違うように思えます。あの時は塔のステッキにすがるようにして、宿屋の裏の山道などへ散歩に行くと、 一日ごとに、底いらをうずめている落ち葉の量が増える一方で、それらの落ち葉の間からは、時々不気味な色をしたキノコがちらりと覗いていたり、あるいはその上を赤原、あのなんだか人を馬鹿にしたような小鳥です。なんぞがいかにも横着そうに飛び回っている霧で、ほとんど人気はないのですが、それでいてなんだかそこら中に、 人々の立ち去った後にいつまでも漂っている一種の匂いのようなもの、ことにその年の夏がひときわ華やかで美しかっただけ、それだけその季節の過ぎてからの何とも言えぬわびしさのようなものが、いわば凋楽の感じのようなものが、僕自身が病後だったせいか、一層ひしひしと感じられてならなかったのですが、もっとも西洋人はまだかなり残っていたようです。 ごく稀にそんな山道で行き合いますと、なんだか病み上がりの僕の方をうさんくさそうに見て通り過ぎましたがそれは僕にひと懐かしい思いをさせるよりもかえって変なわびしさを募らせましたそんなわびしさがこの6月の高原にはまるでないことが何よりも僕は好きですどんな人気のない山道を歩いていても一層一木ことごとく生き生きとして もうすっかり夏の用意ができ、その季節の来るのを待っているばかりだといった感じがみなぎっています。山うぐいすだの、かんこどりだのの元気よくさえずることといったら、少し僕は考え事があるんだから黙っていてくれないかなぁ、と感触を起こしたくなるくらいです。西洋人はもうぽつぽつと来ているようですが、まだ別荘などは大概閉ざされています。 その閉ざされているのをいいことにしてそれに少し山の上の方だと誰一人そこいらを通り過ぎるものもないので僕は気に入った格好の別荘があるのを見つけると構わずその庭園の中へ入っていってそこのベランダに腰を下ろしタバコなどをふかしながらぼんやり二三時間考え事をしたりします例えば木の皮吹きのバンガロー 雑草の生い茂った庭、藤棚、その花が今ちょうど見事に咲いています、のあるベランダ、そこから一帯に見下ろせるモミやカラマツの林、その林の向こうに見えるアルプスの山々、そういったものを背景にして、一っの小説を構想したりなんかしているんです。なかなか良い気持ちです。ただ、少しぼんやりしていると、 まだ生まれたての小さなブヨが僕の足を襲ったり、毛虫が僕の帽子に落ちてきたりするので平行です。しかし、そういうものも僕には自然の僕に対する敵意のようなものとしては考えられません。むしろ自然が僕に対してうるさいほどの好意を持っているような気さえします。僕の足元になど、よく小さな葉っぱがのり巻きのように巻かれたまま落ちていますが、 その中には芋虫の幼虫が包まれているんだと思うと、ちょっとゾッとします。けれども、こんなのり巻きのようなものが夏になると、あの透明な羽をした蛾になるのかと想像すると、なんだか可愛らしい気もしないことはありません。どこへ行っても野原がまだ小さな硬い白いつぼみをつけています。それの咲くのが待ち遠しくてなりません。これがこれから咲き乱れて、 いい匂いをさせてそれからそれが散る頃やっと秘書客たちが入り込んでくることでしょうこういう夏場だけ人の集まってくる高原のその季節に先立って花を咲かせそしてその美しい花を誰にも見られずに散っていってしまうさまざまな花例えばこれから咲こうとする野原もそうだしどこへ行っても今を盛りに咲いているツツジもそうですが そういう人なれない、いかにも野生の花らしい花を、これから僕一人きりで思う存分に愛願しようという気持ちは、なぜなら村の人々は今夏場の用意に忙しくて、そんな花謎を見てはいられませんから、何とも言えずに爽やかで幸福です。どうぞ、都会にいたたまれないでこんな田舎暮らしをするようなことになっている僕を不幸だとばかりお考えなさらないでください。 あなた方はいつごろこちらへいらっしゃいますか僕はほとんど毎日のようにあなたの別荘の前を通ります。通りすがりにちょっとお庭へ入ってあちらこちらを歩き回ることもあります。昔はあんなに草深かったのに、すっかり見違えるくらい、綺麗な芝生になってしまいましたね。それに白い柵などをお作りになったりして、なんだかあなたの別荘のお庭へ入っても、 ままるるで他のの別荘の庭へ入っているような気がします人に見つけられはしないかと心臓がドキドキしてきてなりませんどうしてこんな風にお帰りになってしまったのか本当にお恨めしく思いますただあなたとそこでよくお話したことのあるベランダだけはそっくり昔のままですけれどああまた僕はなんだか悲しそうな様子をしてしまった しかし、僕は本当はそんなに悲しくはないんですよ。だって僕は、あなた方さえ知らないような生の湯越を、こんな山の中で人知れず味わっているんですもの。でも一体、いつ頃あなた方はこちらへいらっしゃるのかしら。あなた方と初めて知り合いになったこの土地で、あなた方ともう見知らない人同士のように顔を合わせたりするのは、大変辛いから、 僕はあなた方のいらっしゃる前に、この村を出発しようかと思います。どうぞその日の来るまで僕にもここにいることを、そして時々誰も見ていないとき、あなたの別荘のお庭をぶらつくことをお許しください。またしても、なんと悲しそうな様子をするんだ。もう、よします。しかし、もう少し書かせてください。でも、 何を書いたものかしら。僕の今帰居しているのはこの宿屋の奥の離れです。ご存知でしょう。あそこを一人で占領しています。縁側から見上げると、ちょうど、母屋の藤棚が真向こうに見えます。さっきも言ったように、その花が今咲ききっているんです。が、もう盛りも過ぎたと見え、今日あたりは、 風もないのにポタポタと散りこぼれています。その花に群がるミツバチといったら大したものです。ブンブン、ブンブン、うなっています。この手紙を書きながら、ちょっと筆を休めて、何を書こうかなと思って、その藤の花を見上げながらぼんやりしていると、なんだか自分の頭の中の混乱と、そのミツバチのうなりとが、 ごっちゃになって、そのぶんぶん言っているのが自分の頭の中ではないかしら、とそんな気がしてくるくらいです。僕の机の上には、マダム・ド・ラファイエットのクレーブ公爵夫人が読みかけのまんまページを開いています。初めてこのフランスの古い小説をしみじみ読んでいますが、そのおかげでだいぶ僕も、 今日この頃の自分の妙に切迫した気持ちから救われているような気がしています。この小説についてはあなたに一番その読後感をお書きしたいし、また黙ってもいたい。二、三年前、あなたに無理やりにお読ませした、ラジーゲの舞踏会は、この小説をお手本にしたと言われているくらいですから、まあ、あれに大変似ています。 しかし、舞踏会の時は、まだあんなにこだわらずに、その本をお貸しができたけれど、そしてそれをお読みになってもあなたは何もおっしゃらなかったし、僕もそれについては何もお聞きしなかったが、それでもある気持ちはお互いに通じ合っていたようでしたけれど、今僕は、あの時のようにこだわらずに、この小説の読語感をあなたにお書きできるかしら。 第一この手紙にしたって筆を取りながら果たしてあなたに出せるものやら出せそうもないものやら心の中ではためらっているのですおそらく出さずにしまうかもしれませんこんなことを考え出したらもうこの手紙を書き続ける気がしなくなりましたもう筆を置きます出すか出さないかわかりませんけれどともかくもさようなら ある小高い丘の頂にあるお天狗様のところまで登ってみようと思って、私は去年の落ち葉ですっかり地肌の見えないほど埋まっている、やや急な山道をガサガサと落とさせながら登っていったが、だんだんその落ち葉の量が増していって、私の靴がその中に気味悪いくらい深く入るようになり、腐った葉の湿り気がその靴の中までにじみ込んできそうに思えたので、 私はよっぽどそのまま引っかえそうかと思った自分になって雑木林の中からその見捨てられた家が不意に私の目の前に立ち現れたのであった。そうしてその窓がすっかり釘付けになっていてその庭なんぞもすっかり荒れ果て今にも壊れそうな木戸が半ば開かれたままになっているのを認めると私は子供らしい好奇心でいっぱいになりながらその庭の中へずかずかと入っていった。 そうして一面に生い茂った雑草を踏み分けていくうちに、この家のこうした光景は、数年前、最後にこれを見た時とそれが少しも変わっていないような気がした。が、それが私の奇妙な錯覚であることを、やがて私のうちに蘇ってきた、その頃の記憶が明瞭にさせた。今はこんなにも雑草が生い茂って、 ほとんど周囲の雑木林と区別がつかないくらいにまでなってしまっているこの庭もその頃はもっと庭らしく小綺麗になっていたことをようやく私は思い出したのであるそうしてつい今しがたの私の奇妙な錯覚はその時からすでに経過してしまった数年の間もしそれがそのままにうっちゃられてあったならばおそらくはこんな具合にもなっているであろうに という私の感じの方が、その当時の記憶が私によみがえるよりも先に、私に到着したからに違いなかった。しかし、私のそういうせっかちな印象が必ずしも偽ではなかったことを、まるでそれ自身裏書きでもするかのように、私の周りには、この庭を一面に覆うて草木が生い茂るがままに生い茂っているのであった。 そこのベランダに初めて立った私は、錯雑したもみの枝を通して、すぐ自分の眼下に、高原全体が大きな円を描きながら、そしてここかしこに赤い屋根だの草屋根だのを散らばらせながら、横たわっているのを見下ろすことができた。そうしてその高原の尽きるあたりから、また、他のいくつもの丘が私に直面しながら、緩やかに起伏していた。 それらの丘のさらに向こうには、遠くの中央アルプスらしい山脈が青空にかすかに爪でつけたような線を引いていた。そしてそれが私のキザキザな地平線をなしているのだった。夏ごとにこの高原に来ていた数年前のこと、これとほとんどそっくりな眺望を楽しむために、私はしばしば、ここからもう少し情報にあるお天狗様まで登りに来たのだけれど、 その旅ごとに、この最後の家の前を通り過ぎながら、そこにマイカのようにいつも同じ二人の牢情が住まっているのをなんとなく気遣わしげに見合っては、その二人暮らしに私は密かに心をそそられたものだった。だが、あれはひょっとすると私自身の悲しみを通してばかり見ていたせいかもしれないぞ。と私は考えるのだった。なぜって、 私がこの丘へ登りに来た時は、いつも私に何か悲しいことがあって、それを肉体の疲労と取り替えたいためだったからな。真っ白な名札が立って、それにはミスのついた名字が二つ書いてあったっけ。そう。その一方が確かミッセーモアという名前だったのを私は今でも覚えている。が、もう一方のは忘れた。そうしてその牢情たちそのものも、 その一方だけはあの銀色の毛髪をしてなんとなく子供子供した顔をしていた方だけは今でも私の目にはっきりと浮かんでくるけれどもう一方のはどうしても思い出せない昔から自分の気に入ったタイプの人物にしか感心しようとしない自分の周壁がこの頃ではどうもそれが自分の作家としての大きな才能の欠陥のように思われてならないのだけれど この牢情たちにも知らず知らずのうちに働いていたものと見える。この数年間というもの、この高原、この私の少年時の幸福な思い出といえば、そのほとんど全部がここに結びつけられているような高原から、私を引き離していた私の孤独な病院生活、その間に起こった様々な出来事。 忘れがたい人々との心にもない別離、その間の私の完全な無意、そしてその長い間法的していた私の仕事を再び取り上げるために、一人きりにはなりたいし、そうかといってあんまり知らない田舎へなぞ行ったら寂しくてしようがあるまいからといった、例の私の不決断な性分から、 この土地ならその全てのものが私にさまざまな思い出を語ってくれるだろうし、そして今自分ならまだ誰にも知った人には会わないだろうしと思って、こんな季節外れの6月の月を選んで、この高原へわざわざ私はやってきたのであった。が、数日前にこの土地へ到着してから私の見聞きする、あたかも私のそういう長い不在を愚瘍するような、 この高原における様々な思いがけない変化、それにつけても今さらのように蘇ってくる、この土地で初めて知り合いになったある女友達との最近の悲しい別離。そんな物思いにふけりながら、私はぼんやりタバコを吹かしたまま、ほとんど私の真正面の丘の上にそびえている、西洋人が巨人の椅子というあだ名をつけているところの大きな岩。 それだけがあらゆる風化作用から逃れて昔からそっくりそのままに残っているかに見えるどっしりと落ち着いた岩をいつまでも見守っていた。私はやがて再び枯葉をガサガサと音とさせながら山道を村の方へと降りていった。その山道に沿って、唐松などの間にちらほらと見えるいくつかのバンガローも、 大概はまだ同じような紅柄板を釘付けにされたままだった。時折妊婦等がその庭の中で草むしりをしていた。彼らの中には熊手を動かしていた手を休めて私の方をうさんくさそうに見送るものもあった。私はそういう気づまりな視線から逃れるために何度も道もないようなところへ踏み込んだ。しかしそれは。 昔私の大好きだった水車場のほとりを目指して進んでいた私の方向をどうにかこうにか謝らせないでいたしかしそこまで出ることは出られたが数年前までそこにごとごとと音立てながら回っていた古い水車はもう跡形もなくなっていたそれよりももっと悲しい気持ちになって私の見いだしたのはその水車場近くのカラを背にした一つのビラだった 私のしばしば訪れたところのそのビラは、数年前に最後に私の見た時とはすっかり打って変わっていた。以前はただ小さな干木の茂みで無造作に縁取られていたその庭園は、今は白い柵できちんと区切られていた。私はふとなぜだかわからずにその滑らかそうな柵をいじくろうとして手を差し伸べたが、それにはちょっと触れただけであった。 その時私の帽子の上になんだかうてきのようなものがぽたりと落ちてきたから、そこでその中に浮いた手を私はそのまま帽子の上に持っていった。それは小さな桜の実であった。私がひょいと頭を持ち上げた途端に、そこには、ちょうど私の頭上に枝を大きく広げながら、それがあんまり高いのでかえって私に気づかれずにいた。 それだけが私にとっては昔なじみの桜の老樹が見上げられた。やがて向こうの干木の中から背の高い若い外国夫人が、乳母車を押しながら私の方へ近づいてくるのを私は認めた。私はちっともその人に見覚えがないように思った。私がその道端の大きな桜の木に身を寄せて道を開けていると、 乳母車の中から甘い色の毛髪をした女の子が私の顔を見てにっこりとした。私もついつり込まれてにっこりとした。が乳母車を押していたその若い母は私の方へは見向きもしないで私の前を通り過ぎていった。それを見送っているうちふとその鋭い横顔からなんだか自分も見たことがあるらしいその女の若い娘だった頃の面影が。 すかしのように浮かんできそうになった。私はその白い柵のあるビラを離れた。私の帽子の上に不意に落ちてきた桜の実が私のうちに形作り、広げかけていた悲しい感情の波紋を、今しがたの気詰まりな出会いがすっかりかき乱してしまったのを良い機会にして。私は村外れの宿屋に帰ってきた。 私がその宿屋に滞在するたびにいつも私にあてがわれる離れの一室。同じように黒ずんだ壁。同じような窓枠。その古い額縁の中に入ってくる同じような庭。同じような植え込み。ただそれらの植え込みに私の知っている花や私の知らない花が群がり咲いているのが私には見慣れなかった。それはそれでまた私をわびしがらせた。 母屋の藤棚から、風の吹くごとに私のところまでその花の匂いがしてきた。その藤棚の下では村の子供たちが輪になって遊んでいた。私はその子供たちの中に昔よく遊んでやったことのある宿屋の子供がいるのを認めた。そのうちに他の子供たちは去った。そしてその子供だけがまだ地面にこごんだまま一人で何かして遊んでいた。私はその子の名前を呼んだ。 その子はしかし私の方を振り向こうともしなかった。それほど自分の遊びに夢中になっているように見えた。私がもう一度その名前を呼ぶと、やっとその子は薄汚れた顔を上げながら私に言った。太郎ちゃんはどこにいるか知らないよ。私はその時初めてその小さな子供は、私の呼んだ男の子の弟であるのに気がついたのだ。しかし何という同じような顔。 同じような眼差し、同じような声。しばらくしてから、二郎、次郎、と呼びながら、一人の、ずっと大きな、見知らない男の子が庭へ入ってくるのを私は見た。ようやく私に懐いて私の方へ近づいてきそうになったその小さな弟は、それを聞くと急いでその方へかけて行ってしまった。私の方では、 その大きな見知らないような男の子が昔私と遊んだことのある子供であるのをやっと認め出していた。しかし、その生意気盛りの男の子は小さな弟を連れ去りながら私の方をば振り向こうともしなかった。私は毎日のようにそのどんな隅々までもよく知っているはずだった村のさまざまな方へ散歩をしに行った。しかしどこへ行っても、 何者かが付け加えられ、何者かが欠けているように私には見えた。そのくせ、どの道の上でも、私の見たことのない新しい別荘の陰に、一群れの看木が、私の忘れていた少年時の一部分のように、私を待ち伏せていた。そうしてそれらの一群れの看木そっくりにこんがらかったまま、それらの少年時の楽しい思い出も、 悲しい思い出も私によみがえってくるのだった。私はそれらの思い出に、あるいは胸を締め付けられたり、あるいは胸を膨らませたりしながら歩いていた。私は突然立ち止まる。自分があんまり村の遠くまで来すぎてしまっているのに気がついて、そんな道々私の出会うのは、ごく稀には散歩中の西洋人たちもいたが、大概、 枯れ枝を背負ってくる老人だとか、わらびとの帰りらしいカゴを腕にぶら下げた娘たちばかりだった。それらのものはしかし、私にとってはその村の風景の中に完全に混じり込んで見えるので、少しも私のそういう思い出を邪魔しなかった。もっとも時たま、ある時は私があんまり子供らしい思い出し笑いをしているのを見て、 すれ違いざまいきなり私に声をかけて私を驚かせたり、またある時は向こうから私に微笑みかけようとして、私の悲しげな顔を見てそれを途中でやめてしまうようなこともあるにはあったが、そんな風に思い出に導かれるままに、村をそんな遠くの方まで知らず知らず歩いてきてしまった私は、今更のように自分も健康になったものだな。 と思った私はそういう長い散歩によって一層生き生きした呼吸をしている自分自身を見いだしたそれにこの土地に滞在してからまだ1週間かそこいらにしかならないけれどこの高原の初夏の気候が早くも私の肉体の上にも精神の上にもある影響を与え出していることは否めなかった夏はもうどこにでも見つけられるが それでいてまだどこというあてもないでいるといったような自然の中を、こうしてさまよいながら、あちこちの寒木の枝には注意さえすれば無数のつぼみが認められ、それらはやがて咲き出すだろうが、しかしそれらは真夏のシーズンの来ない前に散ってしまうような種類の花ばかりなので、それらの咲き揃うのを楽しむのは私一人だけであろうという想像なんかをしていると、 それはこんな寂しい田舎暮らしのような高価な犠牲を払うだけの値は十分にあると言っていいほどな人知れぬ閲楽のように思われてくるのだったそうして私はいつしか田園公共局の第一楽章が人々に与える快い感動に似たもので心をいっぱいにさせていたそうして都会にいた頃の私はあんまり自分のぼんやりした不幸を誇張しすぎて考えていたのではないか と疑い出したたほどだったこんなことなら何もあんなにまで苦しまなくともよかったのだと私は思いもした。そうして最近私を苦しめていた恋愛事件をそっくりそのままに書いてみたらその苦しみそのものにも気に入るだろうし私にはまだよく分からずにいる相手の気持ちもいくらかはっきりしはしないかと思ってかえってそういう私自身の不幸をあてにして仕事をしに来た私は。 たたために困惑したほどであった私は点でもうそんなものを取り上げてみようという気持ちすらなくなってしまったのだ。で、私は仕事の方はそのままうっちゃらかして、毎日のように散歩ばかりしていた。そうして私は私の散歩区域をごとに広げていった。ある日私がそんな散歩から帰ってくると、庭掃除をしていた宿の爺いやに呼び止められた。細木さんは、 いつごろこちらへお見えになります。さあ、僕知らないけれど、それは、私が何日ごろこの地を出発するかを聞いたのと同じことであるのに、ジいやは気づきようがなかったのだ。去年お帰りになる時、と、ジいやは思い出したように言った。庭へシダを植えておくようにと言われたんですが、どこへ植えろとおっしゃったんだか。 すっかり忘れてしまいましたもんで。死だをね。私は大ム返しに行った。それから私は例の白い柵に取り囲まれたビラを頭に浮かべながら。あの白い柵はいつできたのと聞いた。あれですか。あれは一昨年でした。一昨年ね。私はそれっきり黙っていた。ジーやのいじくっている植木の一つへ目をやりながら。 それからやっとそれに白い花らしいものの咲いているのに気がつきながら聞いた。それは何の花だいこれはシャクナゲです。シャクナゲ。ふーん、そういえば、じいやさん、この辺の野原はいつ頃咲くの今月の末から、まあ、来月の初めにかけてでしょうな。そうかい、まだだいぶあるんだね。一体。 どの辺が多いんだいさあ、あのレーノルズさんの病院の向こうなんか。ああ、じゃあ、あそこかな、あの絵はがきにあったやつは。その翌朝は、霧がひどく巻いていた。私はレーンコートを引っ掛けて、まだ釘付けにされている教会の前を通り、その裏の土地の林の中を横切っていった。その林を突き抜けると、 道は大きく曲がりながら一つの小さな流れに沿っていった。しかしその朝はその流れは霧のためにちっとも見えなかった。そしてただせせらぎの音ばかりが絶えず聞こえていた。私はやがて小さな木橋を渡った。それからその土手道は今度は今までとは反対の側をその流れに沿っていくのであった。さてその土手道へ差し掛かろうとした途端、 私はふと立ち止まった。私の行く手に何者かが異様な格好でうずくまっているのがほの見えたので、その異様なものは、霧の中で私自身から沿光のように発しているかに見える。私を中心にして描いた炎上の薄明かりの、ちょうどその円周の上にうずくまっているのだった。しかし霧は絶えず流れているので、 ある時は一層濃いのが来てその人影をほとんど見えなくさせるが、やがてそれが薄らいでいくにつれてその人影も次第にはっきりしてくる。やっとそれがコウモリ傘の下で、ある小さな干木の上に気づかわしげに身をこごめている、西洋人らしいことが私にはわかりだした。もっと霧が薄らいだ時、私はその人の見守っているのが、 私の見たいと思っていた野原の木らしいことまで分かった。向こうでは私のことに気づかないらしかった。そのため、誰にも見られていないと信じながら何かに夢中になっているとき、ややもすると、後でそれを思い出そうとしても思い出せないような変に難しい姿勢をしていることがあるものだが、私の行く手を塞いでいるその人もおそらくそんな時の姿勢をしているのに違いなかった。 気がついてみると私のすぐ傍らにもあった野原の木を、それが私の見たいと思っている野原の木のほんのデッサンでしかないように見やりながら、私はそのままじっと佇んでいた。やっとその人影は身を起こし、コウモリ傘をちょっと持ち替えてから歩き出した。そうしてずんずん霧の中にぼやけていった。私も歩き出しながら、やっとその野原の小さな茂みの前に達した。 そうして今しがたその人のしていたような難しい姿勢を真似ながら、その上に身をこごめてみた。そうすればその人の心の状態までが見透かされでもするかのように。その小さな茂みはまだ固い小さな蕾をいっぱいにつけながら、何か私に訴えでもしたいような目つきで私を見上げた。私は知らず知らずのうちにそれらの蕾を根気よく数えたり、 そっと持ち上げててみたたりしいいる自分自分身に気がついたふとさっきの人のしていた異様な手つきがまざまざとよみがえったそうしてその小さな茂みがマイミクスチュアらしい香りを漂わせているのに気がついたのもそれとほとんど同時だった湿った空気のためにいつまでもそのこんがらかった枝に絡みついて消えずにいるその香りはまるでその小さな茂みそのものから発せられているかのように思われた 私はいつもパイプを口から離したことのないレイノルズさんのことを思い出した。そして今の人影はその老師に違いないと思った。そういえば、さっきから向こうの方に霧のために見えたり隠れたりしている赤ちゃけたものは、そのサナトリウムの建物らしかった。私は再び霧の中の道を、神々しいような薄光に包まれながら、 いくら歩いてもちっとも自分の体が進まないようなもどかしさを感じながら、あてもなく歩き続けていた。私の心はさっき霧の中から私を訴えるような目つきで見上げた野原のことでいっぱいになっていた。私はそれらの白い小さな花を私の死のために散々使っておきながら、今日までその本物を六すっぽみもしなかったけれど、今度こそ、 私もそれらの花に対して私のありったけの誠実を示すことのできる機会のきつつあることを心から喜んでいた。そしてそのための私の喜ばしさといったら、昔の詩人らが野原のために歌った四句を、口ずさむなんというのではなく、それを知っているだけ残らず大きな声で怒鳴り散らしたいような衝動にまで私を駆り立てるのであった。 私の書こうとしていた小説の主題は、ようやくその日その日を楽しむことができるようになったこんな田舎暮らしの中では、いよいよ無意味なものに思われてきた。それに、そんなものを書くことは、自分で自分を一層どうしようもない羽目に陥れるようなものであることにも気がついたのだ。アドルフの例が考えられた。ああいうものにまで私は自分の小さな出来事を引き上げたかったのだ。 弱気でしかも自我の強いために自分自身も不幸になり他人をも不幸にさせたところのアドルフの運命はまた私の運命さながらに思えたからだしかしアドルフの作者ほどそういう弱々しい性格おそらくそれは彼自身のであろうけれどに対する激しい憎悪も持っていない。 むしろそういう自分自身を甘やかすことしかできそうもない私がそんな小説の真似なんかしようものなら、それによってさらにもう一層自分自身をも、また他人をも不幸にするばかりであることが、わかりすぎるくらい私にはわかってきたのだ。こういうような考え方は、私の暗い半身には少し気に入らないようだったけれども、この頃のこんな田舎暮らしのおかげで、 そういった私の暗い半身は、もう一方の私の明るい半身に徐々に打ちまかされていきつつあったのだ。そうして今の私がそれならば書いても見たいと思うものは、たとえどんなに平凡なものでもいいから、これから私の暮らそうとしているようなこんな季節外れの田舎の、一っ子一人いない、しかし花だらけの額縁の中へすっぽりとはまり込むような、 古い絵のような物語であった。私は何とかしてそんないわば牧歌的なものが描きたかった。私はこれまでも他人の書いたそういう作品を随分好きでもあり、そういう出来事に出会ったということでその人を羨ましくも思ってきたが、私自身でそういうものを書いてみようとも、また、描けそうにも思えなかった。が、それだけ一層、 今の私はそういう牧歌的なものを書いてみたいと思い立ったのである。私はしかし、それを書くためには、今自分の暮らしつつあるこの村を背景にするよりほかはなく、と言って一月や二月ぐらいの滞在中にそういう出来事が果たして私の身辺に起こりうるものかどうか疑わしかった。バカバカしいことだが、私は何度も林の中の空き地で無駄に待ち伏せたものだった。 男の子のように美しい田舎の娘がその林の中からひょっこり私の前に飛び出してきはしないかと、そんな虚なしい努力の後、やっと私の頭に浮かんだのは、あのお天狗様のいる丘のほとんど頂き近くにある、あの見捨てられた古いビラであった。あのビラを背景にして、 そこにマイカを暮らしていた二人の牢場のいかにも心もと投げな存在を自分の空想で補いながら書いていく。それならなんだか自分にもちょっと描けそうな気がした。この間、その家の荒廃した庭の中へ入り込んで、そこから一時間ばかり眺めていた光源の美しい長官図だの、一角のニーチェアンだった学生の自分から、うろ覚えに覚えていた、ツバイザムという、 いかにもその牢情たちに見つかわしいドイツ語だのを、ひょっくりと思い浮かべながら。ある夕方、私は再びそのビラまで枯葉に詰まった山道を登っていった。庭の木戸は私がそうしておいたままに半ば開かれていた。私の捨てたタバコの吸い殻がベランダの床にお点のように落ちていた。私は日の暮れるまで、そこから林だの、赤い屋根だの、 丘田のそれから真正面にそびえている巨人の椅子だのをいちいち暗記してしまうほど熱心に見つめていた時々こんな夕暮れ時に二人のうちの私のよく覚えている方の神々しいような白髪の老婦人がこのベランダのそうちょうど私の座っているこの場所に腰を下ろしたまま 彼女の塔に死んでいる友人と話し合ってでもいると言ったような、空虚な眼差しがまざまざと蘇ってくる、と思うと、一瞬間それがキラキラと少女の眼差しのように輝く。家の中からは夕下の支度をしている。もう一方の夫人の立てる皿の音が聞こえてくる。彼女はふと十字を切ろうとするように手を動かしかけるが、それはほんの下書きで終わってしまう。 彼女にだけは一種の言語を持っていそうな気のする巨人の椅子。そんな一方の牢情の様々な姿だけは、私が実際にそれらを見て、そして無意識のうちにそれらを記憶していたのではないかと思えるくらい、まざまざと蘇ってくるが、もう一人の牢情の方はいつまでも皿の音ばかりさせていて、容易に私の物語の中には登場してこようとはしない。 私はどうしても彼女の面影を蘇らすことができないのである。そんなある午後、私のあてもなくさまよっていた眼差しが、急に注意深くなって、私のちょうど足元にある夕日の当たっている赤い屋根の上に止まった。何か黒い小さなものがその屋根の頂からコロコロと転がってきては、ひさしのところから急に小石のように墜落していくのだった。 しばらく間を置いてはまたそれをやっている。私は何だろうと思って、目を細くしながら見守っていた。そうしてそれらが2羽の小鳥であるのを認めた。それらが交尾をしながら、日差しのところまで一緒に転がってきては、そこから墜落すると同時に、さあと二股に飛び分かれているのだった。同じ小鳥たちなのか、他の小鳥たちなのかわからないが、 それれが何回となく繰り返されているこれは私の物語の中に取り入れてもいいぞと思いながら私はそれを開かずに見守っている。こんな風にして自分の見つつあるものが自分の構想しつつある物語の中へそのままエピソードとして溶け込んできながら自分からともすると逃げていってしまいそうになる物語の主題を少しずつ発展させているように見える。 アカシアの花が私の物語の中に入ってきたのもそんな風であった。それの咲き出す頃がちょうど私の田舎暮らしもそのクライマックスに達するのではないかというような予覚のする例の野原のつぼみの大きさや数を調べながらあのサナトリウムの裏の生け垣の前は何べんも行ったり来たりしたけれどその方にばかり気を取られていた私はそこから先の その生垣に代わってその川べりの道を縁取り出しているアカシアの並木には、ついぞ注意をしたことがなかった。ところがある日のこと、サナトリウムの前まで来かかったとき、私の行く手の小道がひどくいつもと変わっているように見えた。私はちょっとの間、それから受けた異様な印象に戸惑いした。私はそれまでアカシアの花をつけているところを見たことがなかったので、 それが私の知らないうちにそんなにもたくさんの花を一度に咲かしているからだとは容易に信じられなかったのであった。あのかよわそうな枝ぶりや、繊細な楕円形の柔らかな花戸どからして私の無意識のうちに想像していた花と、それらが似てもつかない花だったからであったかもしれない。そしてそれらの花を見たばかりの時は、誰かがいたずらをして、 その枝枝におびただしい小さな真っ白な提灯のようなものをぶら下げたのではないかというようないかにも唐突な印象を受けたのだった。やっとそれらがアカシアの花であることを知った私はその日はその小道をずっと先の方まで行ってみることにした。アカシアの子立ちの多くはどうかするとその花の穂先が私の帽子とスレスレになるくらいにまで低く それらの花をプンプン匂わせながら垂らしていたが、中にはまだその子たちが私の背ぐらいしかなくって、それがほとんど折れそうなくらいにしないながら自分の花を持ちこたえているそばなどを通り過ぎるときは、私はなんだか切ないような気持ちにすらなった。アカシアの並木はどこまで行っても尽きないように見えた。私はとうとうある大きなアカシアを選んでその前に立ち止まった。 私は何とかして、これらのアカシアの花が私に与えたさっきの唐突な印象を私自身の言葉に翻訳しておきたいと思ったのだ。それらの花の周りには無数のミツバチが群がり、ぶんぶんうなり声を立てていた。しかしそれらのミツバチは空気の中でどこでうなっているともつかなかったし、それに私はさっきから自分の印象をまとめようとしてそれにばかり夢中になっていたので。 そんなうなり声にふと気づく旅ごとに、なんだか私自身の頭脳が、ひどい混乱のあまり、そんな具合にうなり出しているのではないか、というような気もされた。その村の東北に一つの峠があった。その宮道には、もみや山ぶな,などが暗いほどうっそうと茂っていた。そうしてそれらの古い幹には、富士だの、山ぶどうだの、 アケビダノのつる草が実にややこしい方法で絡まりながら蔓延していた。私が最初そんなつる草に注意し出したのは、藤の花が思いがけないもみの枝からぶら下がっているのにびっくりして、それからやっとそのもみに絡みついている藤ずを認めてからであった。そういえば、そんなような藤ずの多いことったら、それらの藤ずに絡みつかれているもみの木が前よりも大きくなったので、 その必要な鶴がすっかり木肌にめり込んで、いかにもそれを苦しそうに見もだえさせているのなどを見つめていると、私は不気味になってきてならないくらいだった。ある朝、私は霊の気まぐれから峠まで登った帰り道。その峠の上にある小さな部落の子供ら二人と道連れになって降りてきたことがあった。その降りのこと、その子供たちはいろいろな木に絡まっている。 もっと他の山ぶどうだのあけびだのをも私に教えてくれたのだった。子供たちは秋になるとそれらの実を取りに来るのでそれらのある場所をほとんど暗記していた。それからまた小鳥の巣のある場所を私に教えてくれたりした。彼らは峠で力持ちなどを売っている家の子供たちであった。大きい方の子は11にで小さい方の子は7つぐらいだった。 三人兄弟なのだがその真ん中の子が村の小学校からまだ帰らぬので峠の下まで迎えに行くのだと言っていた子供たちは何を見つけたのか急に私を離れて林の中へ下映えをかき分けながら駆け込んでいったそうして一本のやや大きなか木の下に立ち止まると手を伸ばしてその枝から赤い実をもぎ取っては頬張ばっていた それは何の身だと聞いたら「グミだ」と彼らは返事をしたそうして彼らは時々私の方を振り向いて手招きをしたが私がした場えに邪魔をされてなかなかそこまで行くことができずにいると大きい方の子がその実を少しばかり私のために持ってきてくれた私は子供たちの真似をしてそれを一つずつこわごわ口に入れてみたなんだか酸っぱかった 私はしかしそれをみんな我慢をして飲み込んだ。そうして子供たちが低い枝にあった実をすっかり食べつくしてしまうと、今度は高くて容易に手の届きそうもない枝をしきりにたぐろうとしては失敗しているのを、私は根気よく、むしろ面白いものでも見ているように見入っていた。子供たちはまた林の中のいろいろな抜け道を私に教えてくれようとした。 そうして急な草深い斜面をずんずん駆け下りていった。私はその後から危なかしそうな足つきでついていった。ほとんどどこからも日の差し込んでこないくらい、木立が密生して枝と枝との入り混じっているところもあった。かと思うと急に私たちの目の前が開けて、ちょっとの間何も見えなくなるくらい明るい林の中の空き地があったりした。 私たちがそういう林の中の空き地の一つへたどり着いたとき、突然、一つの小石がどこからともなく飛んできて私たちの足元に落ちた。その飛んできたらしい方を私たちがまぶしそうに振り向いた途端数本のブナを背にしながら、ほとんど垂直なほど急な勾配のわら屋根を持った、窓も何にもないような異様な小屋の影へ、 小さな黒い人影が隠れるのを私たちは認めた。それを知っても、しかし、私の小さな同伴者たちは何も罵ろうとせず、かえって私に向かって何かその言い訳でもしたいような、そしてそれを私に言い出したものかどうかとためらっているような、複雑な表情をして私の方を見上げているので、私は不審そうに、あの子は馬鹿なのかい と聞いた。子供たちは顔を見合わせていたそれから大きい方の子が小声で私に答えた「そうじゃないよあれキチガいの娘だふん、それであんな変な家にいるんだねあれは氷蔵だあの向こうの家だしかしその氷蔵だという異様な格好をした藁小屋に遮られてその家らしいものの一部分すら見えないところを見ると」 おそらく小さな掘ったて小屋か何かに違いなかった。きちがいっておとっつんが買い。兄も弟も同時に頭を振った。じゃ、おっかさんの方だね。うん。そう答えてから、兄は弟の方をみいみい誰に言うともなく言った。時々川ん中で怒鳴っているな俺も一度向こうの川で見た。弟の返事である。向こうってどこだ 向こうの方だ弟はなんだか自信のなさそうな今にも泣き出しそうな顔をして漠然とある方向を私に指してみせたそうか私は分かったようなふりをしたおとっさんは何をしているんだ木こりだなぁと今度はまた兄が弟の方をみいみい言った変なとっつぁんだ弟は顔をしかめながらそれに答えた 氷蔵の影から、再びちらりと小娘らしい顔が出たようだったけれど、私たちの方からはちょうど逆光線だったので、よくもそれを見分けないうちに、その顔はすぐ引っ込んでしまった。それっきりその小娘は顔を出さなかった。ただ私たちはそれから間もなく異様な叫びを耳にした。それはその小娘が私たちを罵ったのか。 それとも私たちには見えぬ小屋の中からその小娘に向かってそれが叫ばれたのか、それともまた、その裏の林の中で山端でも泣いたのだろうか。ともかくも、その得体の知れぬアクセントだけが妙に私の耳にこびりついた。が、私たちは無言のまま、ただちょっと足を早めながら、その空き地を横切っていった。 私たちはそれから再び林の中へ入った。その中へ入ると急に薄暗くなったようだけれど、私たちの眼底には今の空き地の明るさがこびりついているせいか、しばらく私たちの周りには一種異様な薄明かりが漂っているように見えた。そんな林の中をずんずん先になって駆け下りていく子どもたちの後についていきながら、彼らが未だになんとなく興奮しているらしいのを、 私は漠然と感じていたそうしてこんな風に彼らと一緒に峠を下りていく私は一体彼らにはどんな人間に見えているのだろうとそういう現在の私自身にも興味を持ったりした。峠を下りきったところにかかっている白い橋の上に小さな男の子が一人カバンを背負ったまましょんぼりと立っていた。 私の連れ立っている子供たちがその男の子に同時に声をかけた。彼らを見るとその男の子はにっこりと微笑した。が、私にも気がつくと、人見知りでもするかのように、橋の下の渓流の方へその小さな顔を背けた。私も私で、しばらくその渓流をぼんやり見下ろしていた。 さっき林の中の空き地で子供の一人が漠然と刺したそのずっと上流に当たる方を心の内に描きながら、それから私は三人の子供たちに小銭を少し与えて、彼らと別れた。雨が降り出した。そうしてそれは降り続いた。とうとう梅雨期に入ったのだった。そんな雨がちょっとおやみになり、峠の方が薄明るくなって、そのまま晴れ上がるかと思うと、 峠の向こう側からやっと這いのぼってきたように見えるノームが峠の情報一面にかぶさりやがてその霧がさあと一気に駆け下りてきてたちまち村全体の上に広がるのであったどうかするとそういう霧がずんずん薄らいでいって雲の割れ目から墨い色の空がちらりと見えるようなこともあったがそれはほんの一瞬間霧で霧はまた次第に濃くなって それがいつの間にか小雨に変わってしまっていた。私はその暗い雲の割れ目からちらりと見える、何とも言えずに綺麗な、そのすみれ色がたまらなく好きであった。そうしてそれは、ほとんど日課のようにしていた長い散歩が雨のためにできなくなっている私にとっては、たとえ一瞬間にもしろそれが見られたら、それだけでもその日の無料が償われたようにさえ思われたほどであった。 お前ののかい目のスミレかそんなうろ覚えのハイネの死の切れっ端が私の口をふとついて出る。ふん、あいつの目がこんなすみれ色じゃなくって幸せというものだ。そうでなかった日にや俺もハイネのようにこうつぶやきながら嘆いてばかりいなきゃなるまい。お前の目のすみれはいつもきれいに咲くけれどああお前の心ばかりは枯れ果てた。 そんな鬱陶しいような日々も相変わらず私の小説の主題は私からともすると逃げていきそうになるが私はそれをば辛抱強く追い回している。私が最初に計画していたところの私自身を主人公とした物語を書くことはとっくに断念していたけれど私はそれの代わりにその物語の主人公には一体どんな人物を選んだらいいのか。 それからしててもう迷っていたどうにか一方の籠城は私の物語の中に登場させることはできてももう一方の方は台所で皿の音ばかりさせているきりでいつまでたってもベランダに出てこようとしない二人の籠城たちの話冬になるとすっかり雪にうずまってしまうこんな寒村に一人の看護婦を相手に暮らしている老医師とその美しい野原の話 時々気が狂って渓流の中へ飛び込んではののしりはめているという木こりの妻とその小娘の話そういうような人たちのとりとめもないイマージュばかりが私の心にふと浮かんではふと消えてゆくある午後雨のちょっとした晴れ間を見てもうぽつぽつ外人たちの入りだした別荘の並んでいる水車の道のほとりを私が散歩をしていたら チェッコスロバキア公使館の別荘の中から誰かがピアノを稽古しているらしい音が聞こえてきた。私はその隣のまだ空いている別荘の庭へ入り込んで、しばらくそれに耳を傾けていた。バッハのノとタンチョウの風グらしかった。あの一つのメロディーが繰り返され繰り返されているうちに曲が少しずつ展開していく。それがまたさらに稽古をしているために、三、四回ずつ一ところを繰り返されているので、 一層それがたゆたいがちになっている。それを聞いているうちに、私はまるで間にでも疲れたような薄気味の悪い笑いを浮かべ出していた。そのピアノの音のたゆたいがちな効果が、この頃の私の小説を考え悩んでいる。そのうちにそれがどうやら少しずつ発展してきているような気もする。そういった私のもどかしい気持ちさながらであったからだ。ある朝。 また雨らしいな、とため息をつきながら私が雨戸をくろうとした途端に、その節穴から明るい外光が漏れてきながら、障子の上にくっきりした小さな楕円形の額縁を作り、その中に数本の唐松のミニアチュアを逆さまに描いているのを認めると、私は急に胸を弾ませながら、できるだけ早くと思って、そのため帰って手間取りながら雨戸を開けた。 私が寝床の中で雨音かと思っていたのは、それらのカラマツの細かい葉にたまっていたうてきが絶えず屋根の上に落ちる音だったのだ。私はさて、まぶしそうな目つきで青空を見上げた。私は寝巻きのまま一度庭の中へ出てみたが、それから再び部屋に帰り、そして富良野の散歩服に着替えながら、早朝の戸外へと出て行った。私は教会の前を曲がって、 そののの裏手の土地の林を突き抜けていった。私は時々青空を見上げたいかにもまぶしそうに顔をしかめながら私が小さな美しい流れに沿うて歩き出すとその道にずっとささべりをつけている野いちごにもちょっと人目につかないような花がいっぱい咲いていてそれがある素晴らしいもののほんの小さなプレリュードだと言ったように私を迎えた。 私は例の木橋の上まで来かかると、どういうつもりか自分でもわからずに二三度その上を行ったり来たりした。それから、やっと、まるで足が地上につかないような歩調で、サナトリウムの裏手の生垣に沿って行った。私は最初のいくつかの野原の茂みを、一種の困惑の中にうっかりと見過ごしてしまったことに気がついた。それに気がついたときは、 すでに私は彼らの発散している、そして雨上がりの湿った空気のために、一所に漂いながら散らばらないでいる、異常な香りの中に包まれてしまっていた。私は彼らの白い小さな花を見るよりも先に、彼らの発散する香りの方を最初に知ってしまったのだ。しかし私は立ち止まろうとはせずに、なおも歩き続けながら、 私は今すれ違いつつある一つの野原の上に私のオズオズした最初の視線を投げた。私は私の胸のあたりから何かを訴えでもしたいような目つきで私をじっと見上げている、その小さな茂みの上に、最初二つ三つばかりの白い小さな花を認めたきりだった。が、その次の瞬間には、私はその同じ茂みのうちにほとんど二三十ばかりの花と、 それとほとんど同数の半ば開きかかったつぼみとを数えることができた。それはごくわずかの間だったが、そんなふうに私が自分の視線の中に自分自身を集中させてしまってからというもの、そんなにも群がっているそれらの花が、もうさっきのように良い匂いがしなくなってしまっていることに私は驚いた。そうして改めてそれを嗅ごうとすると、 そうするだけ一層それは匂わなくなっていくように見えた。私は注意深く歩き続けながら、順繰りにいくつかの野原の木とすれ違っていったが、とうとう私はいつかレーノルズ博士がその上に身をこごめていた一つの茂みの前まで来た。私は思わずそこに足を止めた。そうして私はその野原の前に、ただ呆然として、 何を考えていたのか後で思い出そうとしても思い出せないようなことばかり考えていた。どれよりも最も多くの花を群がらせているように見える。その野原とそっくりそのままのものを、どこかで私は一度見たことがあるように思えて、それをしきりに思い出そうとしていたかのようでもあった。それは少し長い方針状態の後では、 しばしば私にやってくるところの一種独特の錯覚であった。方針のあまりに現在そのものの感じがなくなり、私は現在そのものをしきりに思い出そうとして焦っているのかもしれなかった。それから私は再び我に帰って歩き出した。私の想定区いく池柿には、それらの野原が、同じような高さの他の干木の間に混じりながら、 いいらかずつのの間を置いては並んでいるのだったあたかも彼らがある秘密な法則に従ってそう配置されてでもいるかのようにそうしてその微妙な完結がほとんど足が地につかないような歩調で歩きつつある私の中にいつの間にかほとんど音楽の与えるような一種のリズミカルな効果を生じさせていたそうしてそれに似たある思い出を今度はさっきと違って 鮮明に私のうちによみがえらせるのであった。十年ぐらい前のある夏休みに、私が初めてこの村へ来たときのこと、宿屋の裏から水車場のある道の方へ抜けられるようになっている、やっと一人だけ通れるか通れないくらいの、狭い、小さな坂道を登っていこうとした途中で、 私はその坂の上の方から数人の少女たちが笑いさざめきながら駆け下りるようにしてくるのに出会った。私はそれを認めると、そういう少女たちとの出会いは私の死終夢見ていたものであったにもかかわらず、私はよっぽど途中から引っ返してしまおうかと思った。私は躊躇していた。そういう私を見ると、少女たちは一層笑い声を高くしながら私の方へズンズン駆け下りてきた。 そんなところで引っ返したりすると余計自分が彼女たちに滑稽に見えはしまいかと私は考え出していた。そこで私は思い切って、がむしゃらにその坂を登っていった。すると今度は少女たちの方で急に黙ってしまった。そうしてやっと笑うのを我慢しているとでも言ったような意地悪そうな目つきをして、道端のちょうど彼女たちのせいぐらいある監木の茂みの間に一人一人半身を入れながら、 私のの通り過ぎるのを待っていた私は彼女たちの前をできるだけ早く通ろうとしてそのためかえって長い時間かかって心臓をドキドキさせながら通り過ぎていったその瞬間私は自分の周りにさっきから再び漂い出している異常な香りに気がついて驚いた私がそんな風に私の視線を自分自身の内側に向け出して ヒョイとノバラのことを忘れていたらそういう気まぐれな私を責め訴えるかのようにその花々が私にさっきの香りを返してくれたのだったそうそれらの少女たちの形作った生け垣はちょうどお前たちにそっくりだったのだ私はその朝はどうしたのかクレゾールの匂いのプンプンするサナトリウムの手前から引き返したその向こうには その思いがけない美しさでひととき私の心を奪っていたアカシアの花が、一週間近い雨のためにすっかり散って、それが川べりの道の上にところどころひとかたまりになりながら落ちているのがずっと先の先の方まで見通されていた。それから数日間、今度はお天気のいい日ばかりが続いていた。毎朝私は起きるとすぐその辺まで散歩に行った。 しかし私はその花をつけた生垣の前にあんまり長いこと立ちも通っていないで、それに沿うて素通りしてくるきりの方が多かった。私はいわば、ただ、その生垣に完結的に群がりながら花をつけている、野原の与える音楽的効果を楽しみさえすればよかったのであるから。だからある時などは、それのみを楽しむために、私はわざとよそっぽを見ながら歩いたりした。 ある朝、私はそんな風にサナトリウムの前まで行ってすぐそのまま引っ返してくると、向こうの小さな木橋を渡り、今その生垣に差し掛かったばかりのレイノルズ博士の姿を認めた。すぐ近くの自宅から病院へ出勤してくる途中らしかった。片手に太いステッキを持ち、他の手でパイプを握ったまま、 少し猫背になって生け垣の上へ気遣わしそうな視線を注ぎながら私の方へ近づいてきた。が、私を認めると、急にそれから目を離して、自分の前ばかりを見ながら歩き出した。そんな気がした。私も私で、そんな野原などには目もくれないもののように、そっぽを向きながら歩いていった。そうして私はすれ違いざま、 その老人の焦点を失ったようなうつろな眼差しのうちに、彼のおかしいほどな老狽と、私を気詰まりにさせずに置かないような彼の不機嫌とを見抜いた。それから数日後のある朝だった。だんだんに夏らしい色を帯び出してきた美しい空が、私にだけ、突然物悲しく閉ざされてしまったように見えた。毎朝のようにそれに沿うて歩きながら、しかし、 よく注意して見ようとはしないでいた野原の白い小さな花が、いつの間にやらほとんど全部蝕まれて、それに気化色の汚らしい斑点がどっさりできてしまっていることに、その朝、私は初めて気がついたのだった。数年前までは半分壊れかかった水車が、ごとごと音を立てながら回っていた小さな流れのほとりには、 その大抵が三四十年前に外人の建てたといわれる古いバンガローが雑木林の間に立ち並んでいたがそこいらの小道はそれが行き詰まりなのか通り抜けられるのかちょっと区別のつかないほどややっこしかったのでこの村へ最初にやってきたばかりの自分には私は一人で散歩をする時などは本当にまごまごしてしまうのだった。 確かに抜け道らしいんだがその小道は突然外人たちのお茶などを飲んでいるベランダのすぐ横を通ったりするのだったそういう指導なのか抜け道なのかわからないようなある小道にまたしても踏み込んでしまった私は私の背ぐらいあるか木の茂みの間から不意に私の目の前が開けてそこの突きあたりにベランダがあり塔のネイスに一人の丹精色のハーフコートを着て くっさりと髪を肩へ垂らした少女が物憂げにもたれかかっているのを認め、のみならず、その少女が私の足音を聞きつけてひょいと私の方を振り向いたらしいのを認めるが早いか、私は顔をあからめながら、その少女をよく見ずに慌ててそこから引っ返してしまった。その時、もし私がその少女をもっとよく見たら、 それが数日前に私が宿屋の裏の狭い坂道ですれ違った数人の少女たちの中の一人であることに気がついて私の狼狽はもっと大きかっただろうにこの頃買ったばかりらしい青々とした芝生がその時にはその少女の座っていたベランダをこっちからは見えなくさせていた一面の干木の茂みに変えられて そうして今私のぼんやり立っているこの小道からその芝生を真っ白い柵が鮮やかに区切って、そのように全てが変わっていた。今私にまざまざと蘇ってきたところの、そういうような、最初に私が彼女に会った当時の彼女の初う々いういしい面影と、数ヶ月前、最後に会った時の、 そしてその時から未だに私の目先にちらついてならない彼女の冷ややかな面影となんと違って見えることか彼女の要望そのものがそんなにも変わったのかそれとも私の中にそのイマージュが変わったのか私は知らないしかし何もかもおそらく私自身も変わってしまったのだ私はその時向こうの方から 何かを重そうに担いながら私の方に近づいてくるものがあるのを認めた。それはシダを背負っている宿のジいやであった。私はいつか彼の話していたシダのことを思い出した。私はジーヤの優雅がままに、彼についてその庭の中へおずおずと入っていった。そうしてジいやが庭の一隅にそのシダを植えつけている間、私は黙ってベランダの床板に腰掛けていた。 ジいやは時々シダを植えつける場所について私に助言を求めた。その度ごとに私の胸は締め付けられた。一通りみんな植えつけてしまうと、ジいやは私のそばに腰を下ろした。私の与えた薪タバコを彼は耳に挟んだきり、それを吸おうとはせずに自分の腰からナタマメのキセルを抜いた。 私は普段の無口な習慣から抜け出ようと努力しながら、これもまた紀元会らしいジいやを相手に世間話をしだした。ジいやさん、峠の途中にキチガいの女がいるそうだけれど、そりゃ本当なのかいへえ、かわいそうに少し気が変なんでございますよ。千にはうちでもちょいちょい何かくれてやりましたもので、よく山からニコニコしながら、 いろんな花を取ってきてきくれたりしましまた怪我ただそいつの亭主というのが大変なやつでしてねこっちからわざわざ何か持って行ってやったりしますといつも酔っ払っていちゃくれるというものならもらっといたらいいじゃねえかとカカアの気の毒があるのを叱りつけようてった調子なんですからねそれでこっちでもだんだん情が通わなくなってきてこの頃じゃもう ちっとも構いまいせんです。何だってねそのキちがいって時々川の中へ飛び込むんだってね「へえそんな人騒がせなことも時々やりますがあれやどうも少し狂言らしいんでそうなのかいどうしてまたそんな」私はふと口ごもりながらあの林の中の空き地にあった異様な格好をした氷グラの その裏の方でした得体の知れない叫び声だのを思い浮かべた。そうしてそれらのものを未だにこんなにも異常に私に感じさせている、峠の子供たちの不思議な領分の上を思った。子供たちを、よし大人たちにはそういう興行が偽物に見えようとも、お前たちは、そんな大人たちには閉ざされている、お前たちだけのその領分の中で遊べるだけ遊んでいるがいい。 ジーヤとの話は、私の展開さすべく悩んでいた物語のもう一人の人物の上にも、思いがけない光を投げた。それはあの40年近くもこの村に住んでいるレイノルズ博士が村中の者からずっと憎まれ同士であるということだった。ある年の冬、そのロ医イ氏の自宅が留守中に火事を起こしたことや、しかし村の者は誰一人それを消し止めようとはしなかったことや、 そのために老医師が二十数年もかかって研究して書いていた論文がすっかり怪人に帰したことなどを話した。ジいやの話の様子では、どうも村の者が放火したらしくも見える。なぜそんなにその老医師が村の者から憎まれるようになったかは、ジいやの話だけではよくわからなかったけれど、私もまたそれを執要に尋ねようとはしなかった。それ以来。 老医師はその妻子だけをスイスに返してしまい、そうして未だにどういう気なのか頑固に一人きりで看護婦を相手に暮らしているのだった。私はそんな話をしているジーヤの無表情な顔の中に、かつて彼自身もその老外人に一種の敵意を持っていたらしいことが、一つの傷のように残っているのを私は認めた。それは村の者の愚かしさの印であろうか。 それともその老外人の堅タな,な気質のためであろうか。そういうような話を聞きながら、私は自分があんなにも愛した彼の病院の裏側の野原の生け垣のことを何か切ないような気持ちになって思い出していた。私はベランダの床板に腰掛けたきり、ジーヤがまたどこからかシダを運んでくるまで、様々な物思いにふけりながら待っていた。 それからまたジーやのシダを植えつけるのをしばらく見守っていた。しかし今度は黙ったままで。そうして私は老人の動かしている不気味に骨張った手の甲を目で追っているうちに、ふいと巨人の椅子のことを思い浮かべた。私はジーやがシダをすっかり植え終えるのを待とうとしないでジーやと別れた。それから数分後に、私はその大きな岩を目の当たりに見ることのできる。 例の見捨てられたビラの庭の中に自分自身を見いだした。そのビラに昔住んでいた二人の籠城のことについては、ジーやも私に何にも知らせてくれなかった。ああ、セイモールさんですかと言ったきりだった。何か知っていそうだったがもう忘れてしまったらしかった。そうしてただ不機嫌そうに黙っていた。そうすると、それを知っているのはお前だけだがな。 と私は今私の下方に横たわっている高原一帯を隔てて私と向かい合っているはるか彼方の巨人の椅子をあたかもその辺りに見えない巨人の姿を探してでもいるかのような目つきでまじまじと見守っていただんだんに日が暮れだした私のすぐ足元のいつかその赤い屋根に交尾している小鳥たちを見いだしたビラは もう人が住まっているらしく、窓がすっかり開け放たれて、橙色のカーテンの揺らいでいるのが見えた。時折御用聞きがその家のところまで自転車を重そうに押し上げてくるらしい音が私のところまで聞こえてきた。もうそろそろ私もこれまでのようにこの空き家の庭でぼんやりしていられそうもないなと思った。そんな気がしだすと、 なんだかもうこれがその最後の時ででもあるかのように、私は、私のすべての注意を、半分はこの荒廃したビラそのものに、半分はこの高みから見下ろせる一体の美しい村、その森、その花咲けるの、その別荘、それからもう霞みながらよく見えなくなり出したオカオカの日だ。それだけがまだ黒々と残っている。 巨人の椅子などに傾け出していたそれにもかかわらず私は時々ややもするとそれらのものことごとくを見失いそしてまるっきり放心状態になっている自分自身に気がついて思わずドキッとするのだった突然ちょうど私の頭上にあるその周囲だけもうすっかり薄暗くなっている大きなもみの ほとんど水平に伸びた枝の一つにバタバタとびっくりするような葉音をさせながら一羽の山鳩が飛んできて止まったそうしてそんなところに私のいることに向こうでも驚いたように再びすぐその枝から薄暗いために一層大きく見えながらそれは飛び去っていったあたかも私自身の遺例そのものであるかのごとく重々しく羽ばたきながら 「そしてその翼を不気味に青く光らせながら」「突然私の窓の面している中庭のとっくにもう花を失っているツツジの茂みの向こうの別館の窓際に 一輪のひまわりが先でもしたかのように、なんだか思いがけないようなものが眩しいほど、日にキラキラと輝き出したように思えた。私はやっとそこに、黄色い麦わら帽子をかぶった、背の高い、痩せぎすな、一人の少女が立っているのだということを認めることができた。誰かを待っているらしいその少女は、 さっきから中庭のあちらこちらに注意深そうな視線をさまよわせていたが、最後にその視線を、離れの窓から彼女の方をぼんやり見つめていた私の上に置いた。そんな最初の出会いの時には、対外の少女たちは、自分が見つめられていると思うものからわざとそっぽを向いて、自分の方ではそのものに全く無関心であることを示したがるものだが、 そんな周知と高慢さとの入り混じった視線とは違って、私の上に置かれているその少女の率直な、好奇心でいっぱいなような視線は、私には眩しくってそれから目をそらさずにはいられないほどに感じられたので、私はその時の彼女、最初に私の目の前に現れた時の彼女については、そのややまぶかにかぶった黄色い帽子と、 その唾の影にキラキラと光っていた特徴のある眼差しとより他には、ほとんど何も見覚えのないくらいであった。やがて別館から彼女の父らしい者が姿を現した。そしてその二人連れは私の窓の前を斜めに横切っていったが、見ると、彼女はその父よりも背が高いくらいであった。そしてその父らしい者が彼女にしきりに話しかけるのに、 彼女はいかにも気がなさそうに返事をしながら、いつまでも私の方へツ,ツジの茂み越しにその特徴のある眼差しを注ぎ続けていた。その二人が中庭を立ち去ってしまった後も、私はしばらく、今しがたまでその少女がひまわりのように立っていた窓際の方へ、少しうつろになった眼差しをやっていたが、ふと気づくと、そこいらへんの感じが、 それまでとはなんだかすっかり変わってしまっているのだ。私の知らぬ間に、そこいら一面には、夏らしい匂いが漂い出しているのだった。その日の夕方の、別館の方への私の引っ越し。今まで私の一人で暮らしていた、古い離れが修繕され始めるので、その次の日の、その少女の父の出発。 それから他にはまだ一人も滞在客のないそんな別館でのその少女と二人っきりの背中合わせの暮らし。しかし私は毎日のようにほとんど部屋に閉じこもったきりで自分の仕事に没頭していた。その私の書きつつある美しい村という物語は6月頃からこの村に滞在している私がそんなまだ季節外れの すっからかんとした高原で出会ったことを、それからそれへと書いていったものだった。そうして私はちょうど今、私がそれまで昔の恋人に対する一種の孤慮から、その物語の裏側から、そしてただ、それによってその淡々とした物語にある物悲しいニュアンスを与えるばかりで満足しようとしていた。 この村での数年前の彼女たちとの華やかな交際の思い出、ことにこの村での彼女たちとの最初の喜ばしい出会いを、とある日、道端に咲き揃っている野原の花がまざまざと私のうちによみがえらせ、それがついに思いがけぬ出口を見つけた地下水のように、その物語の静かな表面にコンコンと湧き上がってくるところを書き終えたばかりのところだった。 そうしてそういう昔の様々な喜ばしい出会いの追憶にふけっている暇もなく、すでに私から巣立っていったそれらの少女たち、ことにそのうちの一人との気まずい再会を恐れて、季節に先立ってこの村を立ち去ろうとする、そんな私の悲しい決心を、その物語の決備として、私はこれから書こうとしているところだった。私の新しい部屋は、 別館の二階の奥まったところで南向きの窓があり、そしてその窓からは数本の大きな桜の幹越しに向こうの小高い水車の道に面しているいくつかのビラの裏側がちらちらと見えていた。そしてその窓のすぐ下を私がそれらの少女たちと初めて出会ったところの例の抜け道が小さな坂になりながら 寒木のの中に細々と通っっているのだった私は私のやりかけている仕事から気持ちをそらすまいとして、私とたった二人きりでその別館の中に暮らし出しているその未知の少女とは、わざと背中を向き合わせてばかりいた。そのくせ、私は私の窓のすぐ下を通っているその坂道を、毎朝、一定の時刻に、 絵の具箱をぶら下げながらその少女が水車の道の方へと登って行くのを見逃したことはなかったちょうど午前中のその時刻の光線の具合で木漏れ日がまるで地肌をひょうの皮のように美しくしているその小さな坂をややもすると滑りそうな足つきで登って行くその背の高い痩せぎすな後ろ姿を見送りながらその上の水車の道に出て さて、それから彼女はどの小道をどう通って、どんな場所へを書きに行くのだろうかと、そこいらの林の中の小道が実にややこしく、私自身も初めてこの村へ来た当時は、何度も道に迷ってしまったくらいではあったし、それにまたそんなことからして一人の少女と私との奇妙な近づきが始まったりしたので、私は、 絵を描く場所を探しながらそんな見知らぬ小道をさまよっているらしい彼女のことをなんとなく気づかわしく思っていた。しかし私は最初のうちはその少女をただそんなふうに私の窓からだのあるいは廊下などでひょっくりすれ違いざま目と目とを合わせないようにしてそっと盗み見ていたきりであった。そんな具合で私は彼女の顔を まだ一度も、まともに眺めたことがなく、それに私の見たときは、いつも静止していないで、しかもそれぞれに違った角度から光線を受けていたせいか、見るたびごとに、その顔は変化していた。あるときは、そのややまぶかにかぶった黄色い麦わら帽子の下から、その範囲影の中にそれだけが顔の他の部分と一緒よに溶け込もうとしないで、 大きく見開かれた目がキラキラと輝いていた。またそんな帽子をかぶらずに、庭園の中などで顔いっぱいに強い光線を浴びながら、まぶしそうにその目を半分とざしているおかげで、平成の特徴を半分失いながら、そしてその代わりにその瞬間までちっとも目立たないでいた唇だけがイチゴのように鮮やかに光りながら、 ほとんど前のとは別の顔に変わってしまうこともあったそのうちに私たちがやっと短い会話を取り交わすようになりそれとともにしばしば私は彼女の顔をまともから眺めるようになったのにもかかわらず彼女の顔がなおも絶えず変化しているのに驚いたある時はその顔はあんまり血色がよくスベスベしているので 私のためらいがちな視線はいくどもその上でから滑りをしそうになった。また他の時は少し疲れを帯びたように沈んで、不透明で、その皮膚の底の方にはなんだか墨絵色のようなものが漂っているように見えた。そうかと思うと、その皮膚がすっかり透明になり、ぽーっと内側からバラ色を帯びているようなこともあった。時々以前に見たのとどこか似たような顔をしていることもあった。 がそのの顔は決して二度と同じものであることはなかったある日のこと私は自分の美しい村のノートとしていたずら半分に色鉛筆でもって丹念に描いたその村の手製の地図を彼女の前に広げながらその地図の上に万年筆でまるでスイスあたりの田舎にでもありそうな小さな橋だのビラだの カラマツの林だのを印つけながら、彼女のために、私の知っているだけの、絵になりそうな場所を教えた。その時、私のそんな怪しげな地図の上に熱心に覗き込んでいる彼女の横顔をしげしげと見ながら、私は一つのほくろがその耳の付け根のあたりに浮かんでいるのを認めた。その時までちっともそれに気がつかないでいた私には、 なんだかそれは今知らぬ間に私の万年筆から跳ねたインクのシみかなんかで、拭いたらすぐ取れてしまいそうに思えたほどだった。翌日、私は彼女が私の貸した地図を手にして、早速私の教えた様々な村の道を一通り見歩いてきたらしいことを知った。それほど私の助言を素直に受け入れてくれたことは、私に何とも言いようのない喜びを与えた。 そんな村の地図を手にして彼女が一人で散歩がてら見つけてきたあるささやかな渓流のほとりのコウモリ傘のように枝を広げた一本のモミの木の下に彼女が画家を据えている間私はその画家のそばから数本のアカシアの枝を透かしながらくっきりと見えているほど遠くの真っ白な小さな橋を初めて見でもするように見入っていた。 それは六月の半ば頃、私が峠から一緒に降りてきた二人の子供たちと別れた、あの印象の深い小さな橋であった。私は、彼女がしゃがみながら、パレットへ絵の具をなすりつけ出すのを見ると、彼女の仕事を妨げることを恐れて、そこに彼女を一人残したまま、その渓流に沿うた小道をブラブラ上流の方へと歩いていった。 しかし私は絶えず私の背後に残してきた彼女にばかり気を取られていたので、私の行く手の小道の曲がり角の向こうに、一つの小さな干木が、まるで私を待ち伏せてでもいたように隠れていたのに少しも気づかずに、その曲がり角を無造作に曲がろうとした瞬間、私はその干木の枝に私のジャケツを引っ掛けて、思わずそこに足を止めた。見ると、 それは一本の花を失った野原だった。私はやっとのことで、その鋭いトゲから私のジャケツを外しながら、私は改めてその花のない野原を眺め出した。それが白い小さな花をいっぱいつけていた頃には、あんなにも私がそれで楽しんでいたくせに、それらの花が一つ残らずどこかに立ち去ってしまった今は、 そんな寒木のあることにすら全然気づこうとしなかった私に対して、それが精一杯の復讐をしようとして、そんな風に私の邪ャを噛み破ったかのようにさえ私には思えた。そういう花のすっかりなくなった野原をしばらく前にしながら、私はいつか知らず知らずに、それらの白い小さな花のようにどこへともなく私から去っていった少女たちのことを思い出していた。この頃。 ともすると、一人の新しい少女のために、そんな昔の少女たちのことを忘れがちであったが、そういえば、彼女たちがこの村においおいとやってくる時期ももう間近に迫っているのだ。彼女たちが来ないうちに私はこの村をさっと立ち去ってしまった方がいい。そうしなくっちゃいけない。そう自分で自分に言って聞かせるようにしながら、その一方ではまた、 この頃やっと自分の手に入りかけている新しい幸福を、そうあっさりと見捨てていけるだろうかどうかと疑っていた。そうして私は自分の気持ちをそのどちらにも片付けることができずに、自分で自分を持て余しながら、かれこれ一時間近くもその山道をさまよっていた。そうしてその挙句、私がやっと気がついた時には、 そんなふうに歩きながら自分でも知らずに何度も指で引っ張っていたものと見えて私のネズミ色のジャケツの肩のところにできたその小さなほころびはもう目立つくらいに大きくなっていた私はとうとうきびすを返して再び渓流図体にその山道を降りてきたそうして私は自分の行く手に真っ白な小さな橋と 一本の大きなコウモリ傘のようなもみの木を認め出すと、私は少し歩みを緩めながら、わざと目をつぶった。その木陰になって見えずにいるものを、私のすぐ近くに、不意に、思いがけぬもののように見いだしたかったのだ。とうとう私は我慢しきれずに私の目を開けてみた。しかし彼女は私からまだ十数歩先のところにいた。 そうしてその木陰にしゃがみながらそれまでパレットを削っていたらしい彼女が、その時つと立ち上がって、私には少しも気がつかないように、描きかけのカンバスを画家から取り外すと、それを道端の草の上へいかにも投げやりに、乱暴なくらいに放り出したところだった。放り出された大きなカンバスは、しかし一人でにふんわりとなりながら、草の上へ倒れていった。 それを見ると私は彼女のそばへ駆けつけた。僕が持っていてあげよう。いいわ。いつも一人でするんですから。意地悪。意地悪でしょ。私は彼女とそんな風に子供らしく言い合いながら、無理にカンバスをひったくると、それを自分の肩にあてがいながら、彼女と並んで村の街道を宿屋の方へと歩いて行った。 時折私たちは散歩をしている西洋人や村の子供たちとすれ違った彼らの物珍しそうな視線は私たちをことにまだこの村になれない彼女を気詰まりにさせているらしかった私は私でそういう彼女を務めて気軽にさせようと思って私の空いている方の手を自分の肩の上へやりながらほらこんな穴ができちゃったさっき一人で散歩している時 野原に引っっかかったのさそう言ってその肩の穴がもっと大きくなるのも構わずにそれをよく彼女に見せようとして自分のジャケツを引っ張って見せたりしたそうして私はこんなにまで私と打ち解け合い出しているこの少女を振り捨てて自分一人この村を立ち去るなんぞということは到底できそうもないと考え出していた。 私の美しい村は予定よりだいぶ遅れて、ある日のこと、やっと脱行した。すでに7月も半ばを過ぎていた。そうして私はそれを書き上げ次第、この村から出発するつもりであったのに、私はなおも、そういう一人の少女のために、一日一日と私の出発を伸ばしながら、私がその物語の背景に使った、 季節前の気味悪いくらいにひっそりした高原の村が次第次第に夏のシーズンに入りそれと同時にこの村にもポツポツと秘書客たちが入り込んでくるのを私はなんだか胸を締め付けられるような気持ちで目の当たりに迎えていた私はしばしばその少女と連れ立って夕食後など宿の裏の 西洋人の別荘の多い水車の道のあたりを散歩するようになっていた。そんな散歩中、時折、一月前までは私と一緒に遊び戯れたりしたことさえある村の子供たちと出会うようなこともあったが、彼らは私たちのそばをそしらぬ顔をして通り抜けていった。もう私を覚えていないのだろうか。それとも私がそんな見知らない少女と二人連れなのを異様に思ってそうするのだろうか。 しかしそれらの子供たちもそのうちだんだんにそんな林の中で最初のうちは私たちのよく見かけたものだった様々な小鳥などと共にその姿をほとんど見せないようになった。そしてその代わり私たちとすれ違いながら私たちに好奇的な眼差しを投げてゆく散歩中の人々や自転車に乗った人々などがだんだんに増えてきた。 それらの中には私と顔見知りの人たちなども混じっていた。私はいつかこんなところをひょっくり昔の女友達にでも出会いはしないかと一人で気をもんでいたが、時々、そんな散歩の途中に、ふと向こうからやってくる人々のうちに、遠見がどこかそれらに似たような人があったりすると、私は慌てて、その人たちを避けるために、 道もないような草の茂みの中へ彼女を引っ張り込んで何にも知らない彼女を驚かせるようなこともあったそんなふうに私は彼女と暮れ方近い林の中を歩きながらまだ私が彼女を知らなかった頃一人でそこいらをあてもなく散歩をしていた時はあんなにも私の愛していたスイス式のバンガローだの美しい干木だの シダダノを彼女に刺して見せながら、私はなんだか不思議な気がした。それらのものが今ではもう私には魅力も何にもなくなってしまっていたからだ。そうして私は彼女の手前。それらのものを今でも愛しているように見せかけるのに一種の努力をさえしなければならなかった。それほど私自身は私のそばにいる彼女のことでいっぱいになってしまっているのだった。 そうしてそんな薄暗い道端などで、私は私の方に身もたせかけてそれらのものをよく見ようとしている彼女のしなやかな肩へじっと目を注ぎながら、そっとその肩へ私の手をかけても彼女はそれを決して拒みはしないだろうと思った。そして私はある時などは、その肩へさりげないように私の手をかけようとして、彼女の方へ私の上半身を傾けかけた。 私の心臓は急にドキドキしだした。が、それよりももっと激しく彼女の心臓が鼓動しているのを、その瞬間、私は耳にした。そしてそれが私に、そういう愛撫を、ほんのそのデッサンだけで終わらせた。私はまだその本物を知らないのだけれど、それが与えるのとちっとも違わないようなユニークな心よさを、 そのデッサンだけでもう十分に味わったように思いながら。一体、水車の道というのは、郵便局やいろんな食料品店などのある本通りの南側を、それとほとんど平行しながら通っているのだが、それらの二つの平行線を、ハスカイに切っている、いくつかの狭い横丁があった。そんな横丁の一つに、 その村で有名な二軒の花屋があった。軒とも藁屋根の小さな家だったがともにその家の五六倍ぐらいはあるような大きな立派な花畑に取り囲まれていたそしてその二つの花畑を区切っていつも気持ちの良いせせらぎの音を立てながら流れているのは数年前までそのずっと上流のところでごとごとと古い水車を回転させていたところの ああの小さな流れであった。そしてその一方の花畑などは水車の道を越してさらにその道の向こうまで氾濫していたつい先頃まではあんなにどこもかしこも花だらけであったこの村ではこの2軒の花屋はほとんどその存在さえ人々から忘れられていたくらいであったがやがてその季節が過ぎそれらの野生の花がすっかり散って それと入れ替わりに今度はこれらの畑で人工的に育て上げられた様々な珍しい花が一度にどっと咲き出したものだからその横丁を通り抜けるものは誰しもその美しい花畑に瞳を見張らないものはないくらいであった。だがその二軒並んだ花屋の前を通りすがりに注意をしてそれらの店の奥に座っている花屋の主人たちに目を留めたものは 一層の驚きのためにその瞳をもっと大きくせずにはいられなかったであろう。というのはその一方の店の奥にきょとんと座っている白い五番島のシャツを着た小柄な老人を認めた後次の花屋の前に差し掛かるとなんとその奥にもつい今しがたもう一方の奥に見かけたばかりのと寸分も違わない小柄な老人が やはり同じような白い五番島のシャツを着てきょとんと腰をかけ往来の方を眺めているのに気づくだろうからだ。ただ違うのはそんな二人のそばに座っているのが一方はいつも髪の毛をくしゃくしゃにさせた太っちょの女房であったしもう一方はそれと交代証をしているくらいに痩せっぽちの少しやぶにらみらしい女房であることだ。 つまり、その二軒の花屋の老いたる主人たちは、ほとんど売り二つと言っていいほどの、兄弟なのであった。その上、おかしいことには、この花屋の兄弟はとても仲が悪くて、夏場だけはお互いに仲良さそうに口を聞き合いながら商売をしているが、さて夏場が過ぎてしまうと、すぐに証拠りもなく喧嘩をし始め、冬の間などは、 お互いに一言も口を聞かずに過ごすようなことさえあるということだった。そんな風変わりな二軒の花屋のある横丁には、道端に数本の小さなもみとカエデとが植えられてあったが、その一番手前の小さなカエデの木についこの間のこと、売り物、もみ二本、カエデ三本という真新しい木札がぶら下げられた。そして今や、 その横丁の両側の花畑にはひまわりだのダリアだのそのほかさまざまの珍しい花が真っ盛りであった私はそんな二軒の花屋の物語を彼女に聞かせながらその私の大好きな横丁へ彼女の注意を向けさせた水車の道の上へ大きな枝を広げている一本の古い桜の木の根元から その道から一段低くなっている花畑の向こうに店の名前をローマ字で真っ白にくり抜いた空色の看板がさまざまな赤だの木だのの花とすれすれの高さにしかしそれだけくっきりと浮いて見えているそんな角度から見た一軒の花屋の屋根とその花畑を彼女はある日から50号のカンバスに描き出した。 しかしその水車の道はその辺の別荘の人たちが割合に行き来するので、彼女の周りにはすぐ人だかりがして困るらしかったが、私は一遍もその絵を描いている場所へ近づこうとはしないでいた。そんな人目につきやすい場所で私が彼女と親しそうにしているのを、私の顔見知りの人々に見られたくなかったからだ。で、私は自分の部屋に閉じこもったきりで、 この頃やっと書き上げたばかりの原稿へ最後の手入れをし続けていた。しかし、その間一番余計に私の考えていたのは、やっぱり彼女のことであった。が、私はその花屋を描いているところを遠くからなりと、一度見ておきたいと思って、ある朝、宿屋の裏の坂を登りながら水車の道まで出て行ってみた。そうして私は、 その道の向こうの大きな桜の木の下に立ってパレットを動かしている彼女とそれから彼女の横からその画布を覗き込みながら一人のベレ棒をかぶった若い男が何やら彼女に話しかけているのを認めた私はそんな男が早く彼女のそばを立ち去ってくれればいいにと少しやきもきしながら待っていた誰 今の人やっとその男が立ち去ったのを見ると私は急いで彼女の方へ近づいていきながらいかにも何気なさそうに聞いた絵描きさんなんですってなんだかあんまりいつまでも見ていらっしゃるんで私嫌になっちゃった彼女はわざとらしく顔をしかめてみせた。 それから少し怖いような目つきをして花畑の一部を見つめ出した。熱心に絵を描こうとしている時の彼女が、こんな男のような厳しい目つきになるのを私はよく知っていたものだから、私はそれっきり黙っていた。そんな風に、私がちょっとでも彼女から離れている間に、私なしに、彼女がこの村で一人きりで知り出しているすべてのものが、 私にバクとして不安を与えるのだったある日彼女は昔はそこに水車場があったと私の教えた場所のほとりでしばしば背中から鼻かごを下ろして松葉杖にもたれたまま汗を拭いているチンバの花売りを見かけることを私に話した彼女の話すようなものをついぞ見かけたことのない私には そんなびっこの花売りのようなものと彼女がしばしば出会うことすら自分でもおかしいくらい気になってならなかった。ある朝、私は私の窓から彼女が絵の具箱をぶら下げて、裏の坂を登って行くのを見送った後、そのまんまぼんやり窓に持たれていると、しばらくしてからその同じ坂を花籠を背負い、 小さな帽子をかぶった男が、きょこんきょこんと跳ねるような格好をして登っていくのが認められた。よく見ると、その男は松葉杖をついているのだ。ああ、こいつだな。彼女がモデルにして描きたいと言っていたビッコの花売りというのは、そういう後ろ姿だけではよくわからなかったが、その男は、この村の花売りどもが大概。 よぼよぼの老人ばかりなのにまだ裏若い男らしかったそれが一層片輪のゆえにそんな花売りなんかしていることを物哀れに感じさせたそうしてその悲しげなびっこの花売りを私は自分自身の目で見知るや否や彼女がその姿を絵に描いてみたいと言っていただけでもってそのびっこの花売りに私の抱いていた軽い嫉妬のようなものは 跡形もなく消え去ったしかし数日前水車の道で彼女に親しげに話しかけていたところを私の目撃したあの画家だというベレ帽をかぶっていた青年はその顔なんか明瞭には覚えていなかったがそれだけ一層その男のバクとした存在は何かしら私を不安にさせずにはおかなかった。 彼女はその画家のことはそれっきり何にも私に話さなかったが、ひょっとしたら彼女はそれまでに何遍もその画家に出会っており、そして私の知らない間に互いに親しくなり出しているのではないかというような懸念さえ私は持ち始めていた。そうしてある日のこと、そういう私の懸念を一層まさせずには置かないような出会いを私たちはその画家としたのだった。 やっと彼女が花屋の絵を描き上げたので、次の絵を描く場所を探すために、ある晴れた朝、私は彼女と一緒に、少し遠いけれど、サナトリウムの方へ久しぶりで出かけてみることにした。私たちが、小さな集まりのあるらしい、少人数の西洋人の姿が窓越しにちらちら見える、教会の前を通り抜けて、その裏の、 いつも人気のない土地の林の中へ入ろうとした途端、私たちの行く手の、その林の中の小道をば、一人の男が、帽子もかぶらずに、スケッチブックらしいものを手にしながら、ブラブラしているのを私たちは認めた。いつかの画家さんよ、また、お会いしたわ。彼女にそう注意をされるまでは、私はその男が、 この頃何の理由もなく私を苦しめ出している、そのベレボーの画家と同じ男であることには気づかなかったくらいであった。それほど私はその画家については何にも見覚えがなかったのだ。私は、私たちの方へぶらぶら歩いてくるその男からは、努めて私の視線を外しながら、急に早口に取り留めもないことを彼女に話し出した。 私は彼女が私の話に気を取られてその男の方へはあんまり注意しないようにと仕掛けたのだ。しかし彼女は私の言うことにはなんだか気がなさそうに答えるだけであった。そして彼女は私がそばにいるのでひどく曖昧にされたような行為に満ちた眼差しでその男の方を見つめていた。少なくとも私にはそんな気がした。するとその男の方でも 私の知らないこの前の出会いの際に、彼女と交換した親しげな視線の続きとでも言ったような意味ありげな視線を彼女の方へ投げかけながら、そして思い出し笑いのようなものをふいと浮かべながら、軽く会釈をして、私たちのそばを通り抜けていった。私はなんだか急に考え事でもしだしたかのように黙り込んだ。私たちはその土地の林を通り抜けて、 いつか小さな美しい流れに沿い出していた。しかし私は今自分の感じていることがどこまで真実であるのか、そんなことはみんな根も葉もないことなんじゃないかと疑ったりしながら、気難しそうに沈黙したまま、自分の足元ばかり見て歩いていた。そうして私は、そんな自分の疑いに対するはっきりした答えを恐れるかのように、 いつまでも彼女の方を見ようとはしないでいた。が、とうとう私は我慢しきれなくなってそんな沈黙の中からそっと彼女の横顔を見上げた。そして私は思ったよりももっと彼女がその沈黙に苦しんでいるらしいのを見抜いた。そういう彼女の打ちしおれたような様子は私にはたまらないほどいじらしく見えた。突然、後悔のようなもので私の胸はいっぱいになった。 私がほとんど夢中で彼女の腕を捕まえたのは、そんなこんがらがった気持ちの中でだった。彼女はちょっと私に抵抗しかけたが、とうとうその腕を私の腕の中に切なそうに任せた。それから数分経ってから初めて、私はやっと自分の腕の中に彼女がいることに気がついたように、なんともかんとも言えない喜ばしさを感じ出した。私たちは、 少しぎごちなさそうに腕を組んだまま例の小さな木橋を渡ったそれからその流れの反対の側に沿ってサナトリウムへの道に入っていったその途中にずっと続いている野原の生け垣はすでにその白い小さな花をことごとく失った跡だったそんな葉ばかりになってしまっている野原の茂みはそれらが花をいっぱいつけていた頃のことを ほとんど強制的に私に思い出させはしたけれど、私はそれがどんなになっていようとも、もうそれには少しも感動できなくなっていた。それほどあの頃から全てが変わっていた。そしてそれが何もかも自分の責任のような気がされて、私はふっと気が塞いだ。が、それらの生垣の間からサナトリウムの赤い建物が見え出すと、 私は気を取り直して、黄色いフランス菊が今を盛りに咲き乱れている中庭のずっと向こうにある、そのサンルームを彼女に指してみせた。ちょうど、その日光室の中には海きの患者らしい外国人が一人、遠い巣に持たれていたが、それがひょいと上半身を起こして、私たちの方を物うげな眼差しで眺め出した。それから私たちは、 なおもその流れに沿って、そこいらへんから次第にアカシアの小立ちに縁取られ出す川沿いの道を、どこまでもまっすぐに進んでいった。それらのアカシアの花盛りだった頃は、その道はあんなにも足触りが柔らかで、新鮮な感じがしていたのに、今はもう、あちこちにデコボコができ、汚らしくなり、なんだか嫌な匂いさえしていた。その上、 それらのアカシアの子たちはまだみんな小さいので、激しい日光から私たちを十分にかばうことができないので、その川沿いの道はそれまでの道よりも一層暑いように思えた。私たちは途中からそれらのアカシアの間をくぐり抜けて、ちょうどサナトリウムの裏手にあたる、一面に足の張っている、幾分高漁とした感じのする大きな空き地へ出た。 そこからは、村の峠が、その周りの数個の小山に移常されながら、私たちのほとんど真向こうにそびえていた。梅雨期には、その頃の私自身の心の状態のせいだったかもしれないが、その奥には何かしら神秘的なものがあるように思えてならなかった。その峠も、今は何者をも燃やさずには置かないような夏の光線を全身に浴びながら、 なんだか炎のように揺らめいているような感じで私たちに迫っていた彼女はその燃えるような山並みをサナトリウムの赤い屋根を前傾に配置しながら描いてみたいと言ったそしてそれを適当な角度から描くためにそんな激しい光線の直射するのにも無頓着のようにその空き地のやや小高いところを選ぶと 三脚台を据えて、その上へ腰掛け、斜めにかぶった運動棒の下から時々眩しそうな顔を持ち上げながら、その下図を取り出した。私は彼女の仕事の邪魔にならないように、いつものように彼女をそこに一人きり残しながら、再びさっきの土手に出て、やや大きなアカシアの木陰を選んで、そこに腰を下ろしていた。 そうして私の前の小さな流れの縁を一羽の赤霊が寂しそうにあっちこっち飛び歩いているのにぼんやり見入っていると、突然、私の背後のサナトリウムの方からその土手をうんうん言いながら重たそうに荷車を引いてくるものがあるので、私は道を開けようとして立ち上がった。見ると、それは一台のゴミ車だった。私は、 とんでもないものがこんなところを通るんだなあと思いながら、道端の干木の中へすっぽりと体を入れながら、よそっぽを向いていた。が、そのゴミ車がやっと私の背後を通り過ぎたらしいので何気なくちらりとそれへ目をやると、その箱車の中には、缶詰の缶やら、とうもろこしの皮やら、英字新聞の基板だのやら、草花の枯れたのやらが、 一種汚らしい美しさでぎっしりと詰まっていたそしてその車の通った後にはいつまでも腐った果物に似た匂いが漂っていた私はこんなゴミ車のようなものにもいかにもこの外国人の多い村らしい独特な美しさのあるのを面白がってそれをちょっと見送った後再びさっきのアカシアの木陰へぼんやり腰を下ろしていると ものの数分と経たないうちに、私はまたしても私の背後へ近づいてくる車の音でもって、立ち上がらなければならなかった。それもまた、前のとそっくり同じような、ゴミ車だった。そしてそれから小一時間ばかりの間に、私はこの土手を通り過ぎる同じようなゴミ車を、ほとんど十台ぐらい数えることができた。どこかこの先の方にでも、 きっとこの村のゴミ捨て場があるんだなと、それに初めて気がつくや否や、私はやっとのことで、このサナトリウムの土手がこんなにデコボコになり、汚らしくなっている原因にも気がつき出した。そうしてそれとほとんど一緒に、もうこんなにこの村にはたくさんの外国人が入り込んでいるのかなと思いながら、私は少しあっけに取られたように、 今しがた私の背後を通り過ぎていったばかりのその最後のゴミ車をいつまでも見送っていた「どっちへ向いていくんだか私にはちっともわからないわ」彼女はいくらか上ずったような声で言った。 実は僕にも分からなくなくっっちゃったのさ私はそう返事をしながら彼女の方を見合ったがその白い顔の輪郭がもうほとんど見分けられないくらいの暗さになり出していた実際私自身にもこんな風に私たちの歩いている山道の見当がちょっとつきかねていたのだけれど私はわざとそれを冗談のように言い紛らわせていたのだったその日 私が私の美しい村の物語の中に描いた二人の老情たちのもとすまっていたあの見捨てられた古いビラの話を彼女にして聞かせるとそれをしきりに見たがったので私自身はもうそんなものは見たくもなかったのだけれどその荒れ果てたベランダから夕暮れの眺めがいかにも美しかったのを思い出して夕食後 ともかくもそのビラまで登って行ってみることにした。おそらくあの家は、まだあのまんまになっているだろうと予想しながら。が、だんだんそのビラが近づいてくるにつれ、私はなんだか急にそんな自分の夢の残骸のようなものを見に行くのが嫌な気がしだしたので、そろそろ日が暮れかけてきたのを言い口実に、まだ山道がこれからなかなか大変だからと言って、 私たちはその途中から引っ返すことにした。その帰り道、私はその代わりに、まだ彼女が知らないというベルベデールの丘の方へ彼女を案内するため、今しがた登ってきたのとは違った山道を選んでいるうちに、どう道を間違えたのか、その辺からもう下り道になってもよさそうな自分なのに、いつまでもそれがつま先上がりになっていて、 私たちはその村の中心からはますます反対の方へ向かいつつあるような気がしてきた。まだこの村にこんな私の知らない部分があることを心の内では驚きながら、しかし私はその辺をいかにも知り抜いているように装いながら、さっさと彼女を導いていった。が、私たちはともすると無言になるのだった。いつの間にやら、もうすっかり日が暮れていた。 私たちの歩いている道の両側の空松などが伸びきって少し立て込んでいたりすると私はほとんど彼女の着ているワンピースのバラ色さえ見定めがたいくらいであったただ時々彼女の肩が私の肩にぶつかるので自分のそばに彼女を近々と感じながら歩いていたそうかと思うと 子立の間から出し抜けにその奥にあるビラの明かりが死体越しに私たちの肩に落ちてきて知らず知らずに身をすり寄せていた私たちを思わず離れさせたそんなビラの数がだんだん増え出してきたらしいことがいくらか私たちをほっとさせていた突然私は心臓を締め付けられたように立ち止まった私はそれらのビラに見覚えがあり出すのと同時に これをこのまま行けば、私がこの日ごろそこに近寄るのを務めて避けるようにしていた、私の昔の女友達の別荘の前を通らなければならないことを認めたのだ。そして私は、その一家の者が二三日前からこの村に来ていることを宿の爺やから聞いて知っていたのだ。しかしもう散々彼女を引っ張り回した挙句だったし、私もかなり歩き疲れていたので、 この上回り道をする気にはなれずに私は心ならずもその別荘の前を通り抜けていくことにした。だんだんその別荘が近づいてくるにつれ私はますます心臓を締め付けられるような息苦しさを覚えたがさていよいよその別荘の真っ白な柵が私たちの前に現れた瞬間にはその柵の中の明かりの一杯に落ちている芝生の向こうに すっかり開け放した窓枠の中から私の見覚えのある古い丸テーブルの一部が見えその上には人々が食事から立ち去ってからまだ間もないと言ったように丸められたナプキンだの果物の皮の残っている皿だのコーヒージャワンだのがまだ片付けられずに散らかったまま眩しいくらいランプの光を浴びてキラキラと光っているのを 私は自分でも意外なくらいな冷静さを持って認めることができた。いい具合にそこには誰も居合わさなかったせいか、それともまたそれは、その瞬間までに、私の中の不安が、すでにその絶頂を通り越してしまっていたせいであったろうか。ともかくも、私はかなり平静に近い気持ちで、ただちょっと足を速めたきりで、 その白い柵の前を通り過ぎることができた。そんな私の心の中の動揺には気づこうはずがなく、彼女は急に早足になった私の後から、なんだか気厳そうについてきながら、まだ、なかなか、と少し不安らしく私に声をかけた。うん、ますます見当がつかないんだ。そんなことばかし言って、 彼女はそんな私の本気とも冗談ともつかないような態度にとうとう腹を立てたように見える。そうしてそんな私を非難するような口ぶりで。早く帰らない。と言った。じゃ、一人でお帰りなさい。と私は今はもう微笑らしいものさえ浮かべながら返事をした。意地悪。だって、ほら、そこ知っているでしょう。と私は、 私たちの行く手の暗がりの中に小さなせせらぎが音立てているのを指しながら「水車の道じゃないの?」と快活そうに言った「まあ本当に」と彼女はまだなんだかそれが信じられないといったふうに自分の周囲を見回していた私たちはすでに林の中を抜け出して昔水車場のあった跡に佇んでいたのだった そこで道が二股に分かれて一方は水車の道もう一方は本通りへと通じていたどっちからでももうすぐそこの宿屋へは帰れるのだが水車の道の方からだと例のかなり険しい坂道を降りなければならなかったので私たちは本通りの方から帰ることにしたでその校舎の道を取って その月あたりから本通りの方へ曲がろうとした途端に、私は、その本通りの入り口の、ちょうど宿屋の前あたりから、ぽーっと薄明るくなり出している輪の中に、五六人、一塊になった人影がこちらを向いて歩いてくるのを認めた。私はドキッとして立ち止まった。どうやらそれが私の昔の女友達どもらしく見えたからだ。私は急に、 私のそばにいる彼女の腕を取って、向こうから苦手の人が来るらしいので捕まると面倒くさいからと早口に言い訳しながら、今来たばかりの水車場の方へ引っ返していった。そうして再びさっきの小川の淵に並んで立ちながら、その人たちがそのまま本通りの方から来るか、それとも宿屋の裏の坂を抜けて来るか、どっちから来るだろうと、 両方の道へ注意を配っていたそしてそっちにばかり注意を奪われていたので私たちは私たちの背後の今しがたそこから私たちの出てきたばかりの林の中から数人のものが懐中電気を照らしながら出てくるのには全然気がつかずにいた。突然私たちはその懐中電気の眩しい光を浴びせられた。 私たちはびっくりしてその小川の淵を離れた。しかし懐中電気を手にしていた男の方でも、そんなところに思いがけず私たちが突っ立っていたのに、面食らったらしかったが、その一人が私だと気がつくと、バツバツくんじゃない、と私の名前をためらいがちに言った。そう言われて、私が一層驚いて、眩しそうに顔をしかめながら振り向いてみると、 それは私の学生時代からの友人であった。それと同時に、私はその友人の背後に、若い女たちが二、三人、まだ不審そうに闇を透かしながらこちらを見つめているのに気がついた。それはその友人の若い細君や妹たちであった。私は彼女たちにちょいと会釈をして、それから決まり悪そうに微笑しながら、なーんだ、君たちか。いつ こっちへ来たの昨日来たさっき君んところへ寄ったら留守だと言うんでそれから細木さんのところへ行ってみたんだあそこの家もみんな出払っているんだ私はその友人の言葉を聞き終えるか終えないうちに本通りの方の曲がり角から一塊の人影がこっちへ曲がってきだしたのを認めた「じゃあ構わないから僕んところへ寄って行けよ」そう言い捨てて 私はさっさと一人で水車の道の方へ歩き出した。そうして私は二三のビラの前を通り過ぎてから、その先の真っ暗だけれど、私には勝手の知れた草深い坂道をずんずん一人先に降りていった。やがて他の連中も、そんな私の後から一塊になって、一個の懐中電気を頼りにしながら、キャッキャッと行って降りてきた。まあ、 こんな道あるの、私、ちっとも知らなかったわ。坂の中途で、友人の若いサイ君がそんなことを誰にともなく言ったらしいのが、もうその時はその小さな坂を振り切ってしまっていた私のところまで手に取るように聞こえてきた。私はちょうど、 その友人のサイ君も確か数年前にその坂道で私の出会った少女たちの中に混じっていたことを思い出すともなく思い出していたところだった。その出会いは私にはあんなにも印象深いのに、かつてのその少女たちの一人であった彼女の方では、おそらく他の少女たちも同様に、そんな私との出会いのことなどは少しも気に留めていないですっかり忘れてしまっているのかなと思った。 が、一方ではまたなんだか、そんなことを言って彼女が私をからかっているのじゃないかしら、とそんな気もされた。ひょいと彼女の口をついて出たらしいそんな言葉を私は一人で気にしながら、いつまでもそっぽを向いて皆の降りてくるのを待っていると、突然、そのうちの誰かが足を滑らして、あ、と小さく叫んで、 坂の中途にどさりと倒れたらしい気配がした。見上げると、その坂の中途にまだ転がっているらしいものがまるで花盛りの寒木のように見えた。そして他のものがみんな立ち止まって、その一番最後に降りてきた少女の方を振り返っているのを、私はただポカンとして眺めながら、その場を一歩も動こうとしないで突っ立っていた。 そうして私は毎朝のようにこの坂を上り下りしているあのチンバの花売りのことをひょっくり思い浮かべ「あいつはまたなんだってこんな危なっかしい坂道をわざわざ選んで通るのだろうかしらと」と全然今の場合とは何の関係もないようなことを考え出していた。